こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はこちらのマウナというメーカーさんから USB マイク2種類をご提供いただきましたので、徹底的な比較とレビューをしていきたいと思います。はい、それでは箱を開封していきたいと思います。ここはこのような形で、まずは説明書、 USB ケーブル、マイク本体に、三脚ですね、そしてポップガード、そしてマイクホルダーになっています。続きましてグースネックの方ですが、ここは一回り小さいですね。そしてこのような梱包になっており、説明書、風防、 USB ケーブル、本体になっています。はい、改めましてこちらが内容物一覧になります。こちらが説明書です。英語、中国語、ドイツ語、日本語と書いてありますが、イラストが多いので非常に分かりやすいと思いますし、そんなにパーツも多くないので迷うこともないかなと思います。はい、このようにぐるぐるとネジを固定していきます。そして三脚を取り付けて、続きましてはポップガード、これで息がブホーとかかるのを防ぐわけですね。そして USB ケーブルです。ケーブルの端子はこのような形になっています。よく見るタイプですね。そして後ろに挿しまして、これで完成です。はい、そしてグースネックの方ですが、こちらも日本語表記があります。はい、説明書は見なくても簡単だと思います。まず USB ケーブルを、こちらはタイプ C になりますね、本体に挿しまして、風防をつけると、それでもう完成です。で、ここにスイッチがいろいろついていますね。はい、イヤホンジャックもついています。それではマイクのパーツを組み立てたものを USB にて Mac に接続してみました。今は何もソフトなどはインストールしていない状態です。それでは Zoom など任意のアプリを立ち上げまして、設定からオーディオ、そしてマイクで、こちらのマオの AUGM10 というのがグースネックの方ですね。そしておそらくこの USB コンデンサーマイクロフォンという方がこちらのマイクになると思います。もうすでに原因が来てますね。原因を上げれば音量調節ができます。ちょっと僕の環境かもしれませんが、こちらのコンデンサーマイクの方もメーカー名とかが出ると、より分かりやすかったかなと思います。こちらのグースネックの方も反応来てますね。ミュートボタンを押して赤にすると、このように完全に音はシャットアウトされます。そしてもう一回押すと、緑に光って入力を再度受け付けるようになります。で、こちらのミュートボタン、今見えやすくするようにちょっと明るさを落としてますが、緑に光っています。で、このボタンが、いわゆるカチッという感じのボタンではないので、パッと触れると赤に変わるという感じですので、ここはカチッとしたボタンの方がなんか分かりやすかったかなと思いますね。軽くこう触れてしまうともう色が変わってしまうので、色の明るさは非常に見やすいので、素早く押せるという意味ではいいのかなと思います。そしてこっちにプラスとマイナスがあります。これはマイクの入力原因ではなくて、Mac の方と連動して再生される音のボリュームを切り替えるもののようです。こちらはカチッとした押し心地のあるボタンになっています。オーディオインターフェースとかを使っている方はインターフェースの方でボリュームを変えられるので、こちらのボタンは使わない可能性があります。それでは2つのマイクを同じような場所に置きまして、同時に録音してみた音を比較してみたいと思います。マイクと顔の距離を近づけたり離したり、いろんなパターンで録音してみました。まずはコンデンサーマイクの方ですね、30センチぐらいの距離で喋った最初のテイクですが、音質自体はだいぶ似たようなところがあるのですが、グースネックの方と比べて声そのもの以外に反響した音とかもより多く拾っているような気がしました。こちらがコンデンサーマイクの方です。ははは、こんにちは、こんにちは、マイクテスト、マイクテスト。で、こちらがグースネックの方。ははは、こんにちは、こんにちは、マイクテスト、マイクテスト。コンデンサーマイクの方がちょっとリバーブがかった感じがありますね。ははは、こんにちは、こんにちは、マイクテスト、マイクテスト。は
はい、おそらくこれは、まあ、机だとか壁だとかに反響した音が、まあ、若干ですが含まれているというところなので、まあ、一見デメリットのように感じますが、それだけ感度がいいということでありますので、声のより繊細なニュアンスなども拾えるマイクと言えると思います。はい、続きまして接近した方のテイクを聞いてみたところ、やはりコンデンサーマイクの方がポップガードといって網のようなものがついているので、いわゆる吹かれというマイクに対して息がブワーッとかかるときに出るノイズを制御できているような感じがしました。まずはコンデンサーマイクの方を聞いてみます。ブホっていう音とかに注目して聞いてみてください。はははは、こんにちは、こんにちは、マイクテスト、マイクテスト、聞こえますでしょうか。こちらはマイクのご紹介になります。ではグースネックの方。はははは、こんにちは、こんにちは、マイクテスト、マイクテスト、聞こえますでしょうか。こちらはマイクのご紹介になります。ちょうどこのご紹介というフレーズのところとかもボホボホボホとなってますね。でしょうか。こちらはマイクのご紹介になります。コンデンサーマイクの方はでしょうか。こちらはマイクのご紹介になります。ブフォーって音が、まあ、ほとんど入っていないという状態になります。まあ、グースネックの方も風防といって、このスポンジのようなものがついているので、ある程度吹かれに対する対策はあるはずなのですが、やはりこういったポップガードの方が効果が大きいということですね。はい、続いて離れた状態ですと、まあ、先ほどの反響のポイントと同じで、より部屋全体の音を拾うか、声そのものにフォーカスして拾うかという違いがあると思います。まずはコンデンサーマイクの方を聞いてみましょう。60センチぐらい離れた状態で喋っています。左に移動してみます。今だいたい60センチぐらい離れた状態で喋っています。はい、以上が2つのマイクの音質のレビューになります。コンデンサーマイクの方がより繊細なニュアンスを拾えるので、逆に言うとノイズなどより多くの音を拾ってしまう可能性があるので、会議など、まあ、とりあえず声をクリアに伝えられればいいという場合にはグースネックのマイクの方がいいんじゃないかなと思います。逆にグースネックの方はマイクの入力の原因というものがついていないので、例えばものすごい小さい声をひそひそ声で取るとか、ものすごい大きい声を出すので、原因をあらかじめ下げ目に設定したいという場合にはコンデンサーマイクの方がいいんじゃないかなと思います。そして最後にちょっとハードウェア的な気になった部分をご紹介したいと思います。こちらのコンデンサーマイクの方ですが、三脚がですね、シンプルでいいんですが、そっと持ち上げればこのまま移動できるのですが、この足が自動的にこうパタンと畳むような仕様になってるんですが、これがカチンっていう感じで固定されないので、こうすぐ閉じちゃうんですね。なので、こう移動させたい時、ちょっと持ち上げて移動させた時、そっと持ち上げれば大丈夫なんですが、なんかの弾みでパタンってなっちゃうと一気にもう全部畳まれてしまうという感じで、これをもう一回広げなきゃいけないと。でこのように1個畳まれちゃうと、その衝撃でパタパタパタと全部閉じてしまうっていうのが結構、まあ、個人的にはストレスだったかなと思うので、まあ、このマイクをもし僕がメインで使うのであれば、ここから外して違う三脚を使うかなと思います。まあ、実際外してしまうと、このネジの径がどの径なのかっていうのはちょっと調べる必要があるのですが、まあ、ここはちょっと要注意点ではあります。でグースネックの方は、マイク自体とかスタンド自体にはそんなに気になるところはありませんでした。このネック自体もしっかりしてますし、ヘニャヘニャではありません。であと、例えばアンバランスな角度にしてもこけることはなさそうですね。逆にこっちにしても簡単に倒れる感じではなさそうです。というわけで以上がマオノというメーカーさんの USB マイク2種類のご紹介になります。概要欄に商品のリンクなどを貼っておりますので、気になった方はぜひともご覧になってください。それではこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などよろしくお願いします。それではありがとうございました。